監督の方からあのすごくこの神戸大輔という役が大貫くんの声にが合うんじゃないかまあなんかこう雰囲気声の雰囲気というかそういうものが合うからあの大貫くんにお願いしたいというふうに言ってくださってもうそれは本当に嬉しかったですしまあ,まあもう一つはやっぱりアニメの声優が僕やっていいんですかみたいなまあ初めてのことすぎてまあ未知の世界なので本当に最初はこう少しの不安と。 あの2割の不安と8割の楽しみみたいな感じでしたね最初。もともとはサーなんですけど本当にこう、まあ、舞台もストレートプレイもミュージカルもあのドラマもあのこの間はあの映画の方のキャッツの吹き替えだったりとか、はい、いろんなことをやらせてもらって本当にこう声優っていう仕事はもうやったことがなかったので、うん、そんなせっかくオーディション受け入れるならもう絶対勝ち取るつもりで挑もうと思って。 あの挑んだらまあ見事こうね手に入れられたのですごくありがたいというか嬉しかったですね。